山崎健太は日本のサッカー選手。ポジションは MF。東京都足立区出身。駒沢大学高等学校から駒沢大学に進学し、同大サッカー部では背番号10番を身につけた。その後、山本京平に声をかけられ、東京23フットボールクラブに加入。同クラブでは1年目から守備のようとして活躍した。 その後2013年にタイディビジョン1リーグの TTM カスタムズ FC に加入。半シーズン在籍したものの外国人枠を超える数の選手がいたため出場機会が少なかった。そのためモンテネグロでトライアウトを受け2部の FK ベラネに移籍した。FK ベラネでは主力となり活躍、翌シーズンは1部のオフックグルバリに移籍した。 2015年にオフックグルバリでの活躍が、ウボンアントユナイテッド FC のスコット・クーパー監督の目に留まり、獲得を渇望されて遺跡金付きで、タイデビジョン2リーグの同クラブに移籍した。ウボンでは、レギュラーとしてプレーし、同クラブのタイリーグ1昇格にも貢献したが、2018年7月15日、アウェイのブリーラムユナイテッド FC 戦で、全十字人体断裂の大怪我を負い、 そのまま契約満了で退団した。長期に及ぶリハビリを経て、2019年7月4日、メトフォンーリーグのボーウングケットアンコールに加入。ありがとうございます。